どうも、シャノンです。というわけでね、今回もお招きしました壇ノ浦さんです。どうぞーす。はい、今回はね、このガラルバルコールのボールジャグリングっていうねデッキを使っていきたいなと思ってまして。なるほど。まあやっぱね、結構魅力的なね、小塚みたいな性能してるデッキなんで、あ、まあどんな感じかっていう感じで。小塚の方が強いんじゃないか。うるせえ、やろう。ドン。最初はグー、じゃんけんぽい。先行で。オッケー、わかった。ね。7枚。7枚。そのデッキシールドあれじゃん。本当はポケセン限定セットに入るやつじゃなかったっけ？え、そうなの？なんかそうで、確か去年発売中止になったんだけど。オッケー。カンカンカンカーン。あのね、セレビを入れてみた。あー。ドロー。ちょっとセクシーだね。バリアード。スーパーボール。オッケー。もうなんかおみくじデッキやんけ。攻撃ね、モンスターボールでコインを振るっていう結構珍しいことをするデッキだからね。なるほどね。実はこれね、ヒットしなかった。ヒットしなかった、うん、なるほどね。悲しいことに。オッケー。でバリアード。オッケー。さらにモンスターボール。あ、ここにあるよ。表なら、表ならね、マスターボールね。はい、裏。はい、さよなら。でも、ね、これをトラッシュに送るってことがこのデッキ大事なんだよ。なるほどな。実はね。はい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 。さらにクイックボール。おー。ボールをね、ふんだんに使っていくよ。ギャンギャンにね。ギャンギャン。もう一回裏出てほしいな。で、これはね、持ってきません。持ってきません。うん。プレシャス。あー、なるほどね。はい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 。おお、一回ワンパチを挟むこともなしと。6枚。はい。ボールも4種類使いましたね。プレシャスとクイボはあんま関係なくないか。プレシャス出るの持ってきたから。あ、そうだね。そうそう。で、森の散策。フォレストサーチね。はいはいはい、オッケーオッケー。トリプルカスペリア。あ、当たるんだ。うん。偉いね。トリプルアクセラレーションエナジーね。っていうの？多分そう。で、加えて、バン終わります。枚なかなかいい動き。いや、まあパッと見、所詮パッと見だが、どうしよっかな。これは高一はちょっと狙えなさそう。何とは言わんが、エネルギー付け替え捨ててクイックボールだな。まあこちらもネズミ召喚から入りそう。まずネズミだ。ネズミ転がしっていうの。ネズミ転がし、日本語名、日本語名ネズミ転がし。チェンジ。ネズミ転がし。ガチ初めて聞いたわ。ADP。日本語版の PTCGO だと。ネズミ転がし。ネズミ転がしやって。ネズミ転がしを使用しますか。はい、いいえって言ってくる。デルチェンジ。ベテラ操作と入れ替え捨てよう。6枚。はい。これ引いてしまったからもう使うわ。うん。クチュートジュエックス見せて。あー、それきつい。あー、でもまあ一匹か。あー、はいはいはい。まあでもきつそうだね。うん、もうこれでね、ボール探し使いたかった。そうね。まあ回収ってあるし、あれじゃない、トラッシュになんか、あんまりなそうだか。まあでもそうか、はい、減るのか。で、そうそう、まあまあまあ申し訳ないと思っている、多少。うん、いや、全然いいよ。全然いい。もう、朽ちた建造。朽ちた建造。朽ちた建造。おまもし。おまもし。もう、勢揃いってわけよ。勢揃いや。博士。いや、いい動きだな。まあちょっとね、いろいろ、まあボスの尻1枚落としはうまいまであるからいいんだけど、じゃあ私らが落としてるから関係ないわ。オーロラ張ってトラッシュして、ね、クチーと多分使いそうなんだよな。下につけとくわ。で、不当かな。オッケー。3つくな。ヒザルドロー。おっとっと。お、いいカードなんじゃないか、これは。いいカード。かなりいいカードだぞ、実際のところ。まずは、モンスターボールだ。こいつは、確定サーチ表。いや、画面外ですけど。え、表ですよね。まあ一応、まあ、表ということにしといてやろう。ガラルバリコールを持ってこれる唯一のカード。モンスターボール。やばいよね、こいつを持ってくるボールがないっての。欠陥だよな。ただ、まあ、モンスターボールこのデッキ連打できるから。はいはいはい。まあ、それはいいかな。まあ、どっかに当たるみたいなね。そうそうそう。なるほどね。で、
デデデ大王。デデデってことね。ボールガイ使用します。これさミラーじゃね。地味にね。ボールガイミラーか。ボールガイ使用しちゃいます。おお、ぽいぽいぽいよ、かなりぽい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 。まあクリックだな。なるほど、どのボールから使うボールか。で、はいはい、ボールをかき集めてスーパーボール、うん、オッケー、うん、うわー、いっぱい加えたいのがある。ワンパチ、とりあえずワンパチ。パチンコ。パチンコよ。でだ、森の探索。オッケー、トリプルカップ。まあ当たるね、なかなか。そうで、今日ね、でもめっちゃ祝してるからね、うん、まあ、結構当たるかなと思って入れてる。やべ。で、回収ネット。なるほど、こいつはもうね、十分かき集めてくれたから。確かに落ちるのか問題がある。で、ワンパチ特製ボール探しを使ってモンスターボールとスーパーボールを回収することができますと。はいはいはい、回収業者ね。そうして、レベルボール使う余裕すらあると。ワンパチ、こいつはね、2枚になるよ。なるほどな。そうで、ワンパチ特製ボール探しを使ってモンスターボールとスーパーボール回収、はいはい、そしてお、火の玉っぽい。火の玉サーカスが6枚240ダメージで、250?10 プラスあるんだよね。ないのか。あ、そうだね、10プラスあるわ。あ、250。危ねえ、5じゃギリギリ落ちないのかこいつ。そうなんだよ。あ、2枚。なるほどね、なかなかいい動きだ。まさか戦2でザシャンが飛ばされるとは思わなかっただろ。だが、こいつはどうかな。ゴインゴイン1枚。ただこれね、またなんかボスで食われたらきつそうな空気あるんだよ。いや、だがあんなことは言ってられん。手張りはする。手張りして、これね、どうしよっかな。ザシアンは置いとくわ。OK。で、このまま、オルタードクリエーションだな。うん、終わり。そいつを、しばきたいボールね。それはね、310だぞ。それは難しいな、さすがに。8枚だろ。無理だ。まあ、無理だろ。うん。ということで、そんなデッキに入ってないもんだって。なるほどね。うん。ホケギアを使う。ああ。ギアギア。スカッタ。またスカ。そのデッキさ、なんか、うん、おみくじじゃん。全部おみくじ。モンスターボール打ったり、ポキギュー打ったり。そう、セリフ打ったり。なるほどね。うん。ボールガイ。おー。ボルボルするね。かき集める。まあ、これ、つついていきますか。なるほどね。して、いくつの火力を見せてくれるのかな。4枚。170ダメージ。170か、まあ2パンもされそうだな。本当に2パンできますか。ドロー。どうだろうな、それは。ここはね、クイックボールだな。オッケー。ワンコ捨てて、ワンコ捨てれて、ちょっとなんか好きじゃない表現だな。非人道的行為、うん、ちなみに猫は飼いたいけど、ペットショップでは飼いたくないな。あー、そうなんだ。保健所から引っ張ってくるわ、捨てられたやつ。なんか、いきなり優しくね。いや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 、普通ってか、まあだって猫とか食ってそうじゃん。いや俺めちゃくちゃ動物好きやからね。そうなんだ。相当好きだよ。なんか多分上から数えた方が早いくらいには好き。マジ。全国単位で。全国単位で。マジか。割とランカーぐらいには入ると思うよ。意外だわ。いや、なんかね、そういう、あのね、君たちが良くない。あ、なるほどね。サイコパスとか言って押し付けたわけじゃない。そういうのはね、よろしくないよ、はいはいはい、これね、ADP をここワンパンできるかゲームにするわ。なるほどね、うん、これでレイにする。苦しい。で、全部 ADP でいいや。 ADP ADP サイド2、終わり。どうさ、あとはこちらの手札干渉乗り切れるかい。出だ。出でんね。こいつにね、かかってるね、ヤーコン。おお。こういうデッキなんですよ。ちょ、見せてくださいよ、トラッシュですよね。
ちなみに、はい、めちゃくちゃ引きいいです。マジで、はい、まあ見してみ。5枚回収。あーなんか増えそうだね。ギリ増えそうな顔はしてるわ。確かに耐えてる。あ耐えてるね。回収って1枚だから80加点ってことでしょ。1枚でそう80だね。なるほどね。オッケーオッケー。なんだけどエリートガールファリコール俺ガチで問題があって、うん、そこなんだよ。まあそういうわけよな。バリコールを持ってくるためには、うん、モンスターボールしかない。いやそれね欠陥だよマジで。もうまだ分かんねえだろ。ボール探し。オッケーいいよ。おいおいおい、どっちからします？スーパーボールからしますか？スーパーボールね、結構当ててる。これさ、どっちも運ゲーなのマジでおもろいんだけど。かなりおもろい。普通の釣りだ。あー、圧縮するね。濃度高めるね。UT1 枚。UT1 枚だね。オッケー。まあその1枚が面を分けるからね。ゲーだ。どうすんの？ただね。コイン投げるの？山めくるの？スーパーボール。なるほど。まず。はい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 。ででだ。でどうするんよ。溶接効果入れがねえ。そういうことや。くそー、セレビーまで入れてるのに途中で尽きてしまったな。スインエネルギーね。でもドロサポとか打ってないから仕方ないんだよね。まあどっかで素引きせなあかんない。そうなんだよ、うん、チラチーの置くスペースとかもなさそうだしな。で、はいはいはい、わかった。これは負けです。ただただ一回だけ、一回やん、ツインエネルギーを、うん、あったてーつけさせてほしい。いいよ別に、うん、なるほどな。ちょっとあったてーな。これだとさ、うん、まあちょっとね、ちょっと味気ないね。味気ないね、味気ないね、うん、ボールジャグリングでザシアン倒したところぐらいまでじゃんだって。あ、わかるよわかるよ、うんうんうん、からちょっとツインエネルギーだけ。俺のちょっとセレビーがツインエネルギーに生まれ変わらせてほしい。なるほどね、いいよ。突如ね、全然いいよ。これありえない、ありえないけど、ね、いやいやいや、うん、ね、もう一回俺にボールジャグリングさせて。なるほどね、なんかそんな効果あった気がするわ、うんうん、なんかエネルギーをどうこうするみたいな、なんかそんなカードだった気がするわ。気がするよね。未来を見よう、うん、でここで終わらせることができる進化。はいはいはい。でそいつはあと170、110、あと140だから4枚トラで落ちるかな。なるほどね、うん、そしたら回収ネットでワンパッチ。いいっすよ。なるほどね。でスーパーモンスターボール。はい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 、回収、それは投げるのかジャグリングすんのか。こいつはね、うん、もうジャグリングよ。はい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 、ジャグるわけね。4枚トラッシュボールジャグリング。シシ1617の340だな、はい、落ちるわ。3枚シャート1枚だ。いやーこれなー、ボスとボールに切られてたらきついんだよな。あるぞあるぞ。いやーこれいけるかな。1枚いけるかな。これこれいけるかな。いけるかー。クイックボール。いや、いけるかー。ねー、どう入るのがいいんだろうこれ。もうね、ただね、うん、できないボールリソース的にね。あのね、こいつを倒すことはもう無理なんで、おそらく。なるほどね、うん、奇跡的にハンドが揃わない限りってことで。だから ボスしかないね。あー、だからそうだね。ザマゼンタ回収して、はい。これね、マリーかハンドが何枚だっけ。5枚です。5か、まあ一応打つ意味あるな。いや、マリー打つわ。マリー打っていき、5枚引いて、もうこんなんね、もうこんなんなんよ、こんなんこんなんなんよ。元気のハチマキは、ね、意味不明につけとくわ、こっちだな。で、クイックボールで、こんなんね、あー、もうこんなんこんなんなんよ。なるほどね。こんなんこんなんなんよ。なんでもできるってことね。ナイターセット5枚。なあ、気持ちいいか。分かってやるよ。おもちゃじゃこいつらには勝てねえんだよ。いやアルティメットレイ。見せてやれドロー。
乗り換えてみせろ。進化回収セットワンパッチスーパーボルト、モンスターボールを回収。何かに繋がるというのか。行くぞスーパーボール使用。クロマットウィンガーセレビモンスターボール使用。行くぜ、何が起きると言うんだ。おら表来い、一体何が起きると言うんだ。デデンデ、何デデチェンジだ。ちょっと待って、行くぞボスとエネさん、待って、行くぞ無理だろこれ、あがいても無理だろ、見せてやれ、どうあがいても無理だと思うけどな。一度拾った命ここで捨てるには惜しいだろ、乗り越えてみせろ。ツリーエネルギー、おおおおお、どうした、手が止まっているぞシャロン。待てよ、来た、ほんまヤーコこれによってボールを7枚ゲットするぜ俺は。行くぜ、ポケギラ加えますボールジャグリング50点だ満足したか。というわけでね、今回ボールジャグリングの可能性を追ってみました。アマゾンのお口言ってみた。でもね、セレビーでやっぱエネルギーを加えて、なるほどヤーコンとボールガイド集めるって発想は良かったと思う。いやいやいや、ただちょっとね、セレビー風船のギミックがね作れなかったっていうのが完成しなかったね、今の試合はあるんだけど、うん、結論から言う、ダメだこのデッキはここで終わりやな、うん、俺らのガチ考察にはついていけなかった、ね、うん、入れるデッキではない、うん、いや所詮ただ、うん、まあ、この動画見てくれてる人たちの中にもボールジャグリングの可能性を追ってくれてる人はいると思うんだよ。だからいいデッキができたら頼むから教えてほしい世界中に同士がいるってわけね、うん、俺はこのデッキをもう無理だと結論付けてしまった。あのガチ環境だよね、もちろん。わかるわかる、なるほどねというわけでね、世界のどこかで気づいてる人がいるかもしれない、まあ、何かに。だからまあ僕のね、あのこの構築もこの後ね紹介するんだけど、今回ね、そういう結論に至りました。なるほど、はい、付き合ってくれてありがとうございました。いや、すごいいいデッキだったと思います、はい、まあ、ボールが今度増えればね、強いかもね。そうね、うん、なんかリサイクルボールとか出たらやばくない？っていう、だから切ったら戻るみたいな、戻る、それ何持ってくるなんてリサイクルと名の付いたカードそれボールじゃなくね、もうポケモンじゃねというわけでね、今回使用したボールジャグリングデッキから、まあ、少しちょっとね、いじったバージョンになるんですが、まあ、正直ね、これはもう失敗作と言っていいでしょうね。はい。一応コンセプトとしては、ボールガイとヤーコンを使って、まあ、手札にね、ボールを集めて、まあ、回収ネットでね、ワンパチを使いまして、モンスターボール、スーパーボールを回収しまくって、ボールジャグリングで火力を出していくっていうね、コンセプトだったんですけれども、あのね、これ致命的な欠陥が2つありまして、ボールガイもヤーコンもエネルギーには触れないっていうところと、ボールガイもヤーコンもガラルバリコールには触れないっていうところなんですよね。もうここがもう致命的で、まずね、ボールでね、ガラルバリコールを持ってこれるカードがモンスターボールだけなんですよね、カードプール上。なんですけど、まあ、ポケモン通信なんてとてもじゃないけど入れられないし、進化の項もね、入れられないので、あの、まあ、モンスターボールで気合で持ってくるか、ドローで進めていくかっていう感じなんですけど、まあ、僕は一応今回モンスターボールはね、何回もあのワンパチで使いましたりすることもできるんで、もうそれで持ってくるのがいいかなと思いまして、で、エネルギーの部分に関しては、まあ、セレビーを使ってね、ゲットしていくっていうようなプランにしてみたんですけれども、まあ、やっぱりね、まず小塚とかと違って、火の玉サーカスとかとは違って、まあ、ボールってもう使ってしまったらもうね、炎の結晶とかがないし、エネルギーリサイクルみたいなのもないので、火力が限られてきちゃうんですよね。なんでもう、このデッキって、相手の HP が高ければ高いほどもうリソースが持たないんですよね。しかもマリーとか、リセットスタンプみたいな手札干渉にも弱いっていうところで、まあ、ここをちょっとね、なんとか改善できたデッキ案なんかをね、募集しております。ちょっと僕にはね、今回このデッキは難しかったです。というわけでね、見てくださった方ありがとうございました。高評価、チャンネル登録の方、ぜひね、よろしくお願いします。それでは。